はい、どうもこんばんは、ピンさんです。ご視聴ありがとうございます。ということで今日も、パチプロフーノック3の続きやっていこうと思います。よろしくお願いします。まずは寝ましょう。セーブはしました。こんな時間か。お、何時かな。まず出かけてパチンコ店に。兄貴、あれ大変だ大変だ。マサ。マサじゃないか。一体どうしたんだ。今開けるから待っててくれ。と、兄貴、銀玉会館にパチプロが。葵ちゃんが危ないですね。なんだって。早く銀玉会館に向かいましょう兄貴。銀玉会館を潰しに来たか。この日の夜にヴィーナスの手下になるかどうか決められるんだよね、多分ね。2件誘いが来ましたからね。兄貴、やつは店の中ですぜ。一発お見舞いしてやってください。だって営業してないでしょ、さすがに。あ、営業してるわ。めっちゃドル箱積んどるわ。決めつけるおばさん、あのパチプロなんとかならないかしら。これか、こっちかな、こっちだな。うん、さっきから隣に怖そうな人がいらっしゃって、わしの後ろから邪悪な気を感じるわい。そこまでだ。この間世話になったな、銀玉の狼。こんな奴に不覚を取るなんざ、さっきしの野郎、高い金取りやがったくせに使えねえ。貴様、あの時の。おお、でもすげえ連チャンしてるわ。俺様はウメ、またの名を毒グマだウメ。ああ、梅ちゃん、この間俺の目の前でいろいろ活躍してくれたじゃねえか。めっちゃ説明口調だ。暴れてもらった礼はきっちりさせてもらうぜ。あー、これはでもパチンコ勝負するしかないんだろうけど、しない。今は都合が悪い。この勝負一時お預けだ。うわー、お稲荷かっこ悪い。おじけついたのか。まあいいだろ、勝負してくれったらいつでも来な。うん、それまでここで好き放題させてもらうだけだ。まず葵ちゃんにもね、話聞かないとね。このままじゃお店が。まあしかしよく営業したもんだな。この状態で。本当はね、昨日の勝負に勝ってハンドルを買って買った方が良かったんだけど、ここは銀玉会館だから関係ないのか。かかってくるか。よし、いい度胸だ。早速始めるぜ。おお。まあ今回の条件は何でしょうね。ひひひ、よく聞けよ。制限時間1時間、持ち玉3000発、出玉3000発の早出し勝負だ。時間切れなら最終出玉の多い方が勝ちだ。もちろん、持ち玉がなくなればその場で負けだからな。だが、出玉数が同じ場合は俺様の勝ちだ。これでいいな？かかってきな、叩き潰してやるぜ。まあいつも通りのあれですね。パッキーをね、買わんといかんのですよ、どうにかして。パッキー、あ、買わなくてよかった。いやー、にわかだな俺。めっちゃにわかだわ。お、1回転目だよ。あー、出た、激アツの黒潮リーチ。止まれ。
あー止まったけ粘るじゃねえか。うわお稲荷つえー。そして梅ちゃんもすごいスピードで弾減ってるわ。これはもう勝ちましたな。銀玉会館はいいね。なんか三吉の時も1回転か2回転で当たりましたもんね。うん、さあ最終ラウンドですね。まあこれ3000発いくよりも毒蜘蛛の梅の持ち玉がなくなる方が早いような感じになってきましたね。はい、もう1回。クリエイティブ・ザ・ワッダー3陽。はい、あーこれは当たったんじゃないですか。板止まりするんじゃないですか。しなかった。あー走った走った。いやーなんていい店なんだろうなこの銀玉会館は。3000発いくか相手が飲まれるかどっちが早いか微妙なラインになってきましたね。3000発いくのがかろうじて早いかな。あと6発勝負あり勝利。こんなはずは。うー、わーい、勝った勝った。この俺様が負けようなんて。これで勝ったと思うなよ。ただじゃ済まさぬ。覚えてやがれ。あーもう閉店だ。ありがとうございます。お稲荷さん、いいってことさ。葵ちゃん、また助けてもらっちゃって。私なんて言っていいか。気にするなよ。自分の始末をつけただけさ。うん。あのお稲荷さん、今夜お暇ですか。お、エロ展開。あーエロ展開だけどな、約束が2件あんだよな。困ったな。これ3番聞くやつはだいたいモテないね。どうしよっかな、悩む。忙しいようにしよう。忙しいな。そうなんですか。相談があるんです。とっても大事な。もしよければ今夜このお店に改めて来ていただけませんか。それじゃあ私お仕事に戻りますね。あ、戻っちゃった。最近仕事なくて暇なんだよな。あ、大工の源さんだ。ヴィーナスのならあるんだけど、よう、あんな奴らの仕事なんかできるかってんだ。それにしてもトラックまで使うなんてひどいことしやがるぜ、まったく。うるさいおばさん。あんた見なさいよ。私の曲いい感じでしょ。今日こそたんまり稼がせてもらうわ。こんなお店で。お主の戦いぶり見せてもらったぞ。なかなかの腕前じゃ。さぞかし名のあるパチプロなのでやろう。あなたなら必ず勝てると思っていましたよ。ありがとうございました。私この店じゃないと打てないもので。あのパチプロいい気味だわ。あんたよくやったね。戸玉が溜まったんでなんか交換していきたいな。あ、なんかいらっしゃいませ。銀玉会館へようこそ。どうもどうも。やっぱ布団代わりのスポーツ新聞は欲しいね。
やっぱこう白熱電球も欲しいっすね。みかん箱もあった方がいいよね。和式トイレもね欲しいんだけどね。足腰やお腹の筋力強化にちょっと手段も足んなかったわ。他にご用はありません。あ、とか言ってた。ありがとうございました。見守るおばあさん、今日は勝てたかい？勝った。おや、まあそれは良かった。一応ね、全部喋っとかないとね、コレクションできないから。ポスターが貼ってある。ようこそ銀玉会館へ。あ、さすが兄貴、あんなやつちょちょいのちょいでしたね。葵ちゃんも兄貴に惚れ直してるんじゃないですかい？兄貴頑張ってください。ヒヒヒヒヒヒヒ。お、誰かいるぞ。よう、久しぶりだな。お、旅のパチプロあんた誰？あんた誰なんだ？悪いが思い出せないんだがっくり。おいおい、しばらくぶりとはいえ随分じゃないか。随分なこと言ってくれるね。俺はケン、人呼んで流れ高のケン。おー、ホークスかな。お前さんとは以前この町でパチンコ勝負をした仲さ。といえば思い出すかい？そんなこともあったかもな。そうか、外だけど壁が壊れてるからホタルの光ダダ漏れなんだね。まったく呆れるぜ。相変わらずといったところだな。ところでこの町へは何をしに来たんだ、ケンよ。おう風の吹くまま気の向くまま、流れってのはそういうものじゃないか。ああ、若い時にしか言えないね、この言葉は。またいろいろと面白そうなことがありそうだ。よろしくな。おう、そうだ、小金の、これから付き合わないか。この裏にスナックを見つけたんだ。少し寄っていこうぜ。ああ、スナック行きてー。けど今日ビーナスにも呼んねえといけねえ。あと洞窟にも行かないといけない。でもスナックに行こう。いいぜ、行こうか。決まりだな。話せるじゃないか、小金の。早く行こうぜ、文房具屋の裏だ。あ、おいおい、どこへ行くんだ。スナックはこっちやないぜ。へえ。一服するおじさん、こうやって一服してるとイライラが収まって心が落ち着くよ。世の中の争い事など無意味に感じるね。人はいがみ合わず仲良く生きていかなきゃ。赤電話、電話をかける。え、誰も出なかった。誰にかけたんだろう。おいおい、どこへ行くんだ。スナックはこっちじゃないぜ。どっちだ、ここか。おう、スナックあるわ。スナックっていうスナックあったわ。スナック忍ぶ、今は営業時間。あ、もう入るしかないか。お、ここがそのスナックだ。とにかく中に入ろうじゃないか。いらっしゃいませ。お、まあまあ。あら、あなたは。なんだ、小金の顔見知りか。やれやれ、油断ならんやつだぜ。まったく、あの時はありがとうございました。私、真田忍と申します。夜はここで働いているんですよ。よろしくお願いしますね。ああ、あれかな、景品交換の女の子かな。俺は小金のお稲荷、よろしくな。そうだわ。あ、そうだわ。立ち話もなんですから、カウンターへどうぞ。そうだな、座ろうぜ、小金の。安物のカレンダーだ。余計なお世話。今日は3日目、水曜だな。心なしかしなびているように見える。あんまりいい店じゃないですね、これは。カウンターの椅子は、座りますか。はい。小金のさんってお強いんですね、パチンコ。それほどでもないよ。これだけが取り、こっちかな。これだけで世間を渡っているからな。でも自慢できるようなことじゃないさ。あら、ご謙遜ね、ふふふ。
でも小金野さんが来なかったら葵さんや私どうなっていたか。そうだ、何かお飲みになりますか。そうね、バーボン。とりあえず何か頼もうぜ小金野。水割りとりあえずビール。でも小金野は一応やばいやつ設定なんで、僕ジュース。ま、お前さんがいいなら何にも言わんさ。俺は水割りにしておくよ。お前さん、町に来たばかりなのに随分派手にやっているらしいじゃないか。一体何をしにこの町に来たんだ。仇でも見つかったか。いろいろ旅して深海町ってところで仇の名がカイザーっていうことをつかんだ。しかしその行方はつかめない。まるでそんなやつがいないかのように。そしてマサの名前で届いた手紙で呼び出されてこの町に戻ったんだ。だがその手紙はマサのものじゃなかった。ふむ、そういうことか。俺の知っていることでよけや教えるぜ。この辺は全部まともな選択肢ですな。じゃあ順番に聞こう。カイザーについて。裏パチプロ界を牛耳るドン、それがカイザーさ。全国に散らばる裏パチプロは全てカイザーの命令で動いているらしい。裏パチプロ、パワーワード。ただしその姿を見た者は誰もいないとさ。誰も姿を見たことがない。どういうことだ。文字通りさ、少なくともここ20年くらいは姿を見た者はいないらしいぞ。カイザーは強力な裏パチプロを配下に抱えていると聞く。その中でも最強がパチプロ8部衆だ。8人もいいの。めんどくせえ。ヴィーナスについて。ヴィーナスか、信じられないほどの速度で急成長した巨大グループだ。パチンコの他にも様々なところに手を出しているらしいぞ。会長の始末渚、相当切れ者らしいぜ。まさしく国を動かす力を持ったやつらだ。正直相手にするには歯ごたえがありすぎるな。ただ急成長の陰には何者かの援助があったらしいとも聞くぞ。中川について。カラセミの中川か。危険だなやつは。カイザーの命を受けて各地に現れることくらいしか俺も知らん。やつは一体何を企んでいるんだろう。さあな。だがどうせろくでもないことだろうよ。ジャジャアモーレの会長だった柿崎達也を覚えているか。柿崎が暗殺された事件も奴が陰で糸を引いていたらしいぜ。ほう。じゃあ八部衆についてね。カイザーに絶対忠誠を誓う極悪無比なろくでなしどもさ。うわー、今んとこ評価ゼロだ。普段は世間に溶け込んで生活しているらしく、その正体は不明だ。案外隣の誰かが八部衆ってことがあるのかもしれないな。はい、特になし。そうか、少しは役に立ったかい俺の情報。すまないケン。だがカイザーは一体どこにいるんだ。全く手がかりがないんだ。小金のパチプロ秘伝だ。秘伝を探せ小金の。小金のって2回言ってる。パチプロ秘伝、一体なんだそれは。裏パチプロに古くから伝わる巻物さ。それには裏パチプロの歴史や極意などあらゆることが記されているということだ。ろくでなしなのにね、結構マメ。そしてその巻物こそがパチプロの聖地を示すという。聖地があるんだね。すなわちそこがカイザーの居場所というわけだ。しかしそれはどこにあるんだ。それまではさすがにな。俺も調べてみるよ。何かあったら連絡する。すまないなケン。いいってことさ。だがここはお前のおごりで頼むぜ。まあ安いもんよ。いいだろう、おごるよ。でもこういう選択肢があったらそりゃもうおいなりよりはこっちだよ。それはまたの機会に。なんだ、意外と渋いな。ま、誘ったの俺だからな。次に期待するぜ。
だがヴィーナスとカイザーは何をやろうとしているんだろうか。だからパチンコ界を操ってきたカイザーはヴィーナスが邪魔なのさ。ああ、カイザーとヴィーナスはグルじゃないんだ。敵対同士なんだ。へえ。いずれ全力を挙げてヴィーナスを潰しにかかってくるだろう。ヴィーナスが勢力拡大に熱心なのはこの辺りに理由がありそうだな。そんなことより聞いたぜ、新会長でのこと。偽物騒ぎとはお前さん、またえらく出世したもんだ。なぜ知ってる？何、俺も新会長へ行ったのさ。町の人がみんなお前さんのことを噂してたぜ。伝説の男ってな。ある意味伝説の男ってな。そして今はその腕を見込んだどこかに誘われてるってところか、小金の。なぜそれを。鷹の目は千里を見渡す。流れ高の名は伊達じゃないってことさ。だが他に気になることでもあるようだな。迷ってるって顔だぜ。いや、そうじゃないが。ああ、迷ってる。ふっ、らしくないな。何に迷ってる？聞かせろよ、小金の。力になれるかもしれんぞ。タカは基本的に、タカじゃないわ。剣は基本的にいいやつだね。この3つに話があるって言われてんだよね。まあ俺は基本的にヴィーナスに行こうと思ってるんだけど、一応全部聞いてみよう。銀玉会館のこと。かなりひどいやられようだな、あの店。女手だけで立ち直せるとも思えんが。あの店と縁浅からぬお前さんだ。一肌脱いでみたらどうなんだ。だが敵はあのヴィーナスグループだ。気をつけろよ。ヴィーナスのこと。巨大グループの一員として安定した生活を取るか。悪くはないな。だが俺ならそんな生活はごめんだ。飛べない鷹は鷹じゃない。まお前さんが自ら鎖に繋がりたいなら止めはしないけどな。中川のこと。まさか中川からも誘われているとはな。あえて奴の仲間になるならそれなりの覚悟はいるぜ。今までの自分を捨てられるか、小金の。多分王道は銀玉会館を助けることだね。で、全くの邪道家が中川で、中間がヴィーナスだわな。ヴィーナスが多分一番つまんないシナリオ、今のところ。いや、特にはない。だったらいいがな、よく考えろよ、小金の。飲み直そうぜ、何か頼むとするか。約束が合うけどな、飲み直そう。どうだ、もう一杯行くか。ジュースを頼む。スナックに来てジュースってのもどうかと思うぜ。まあ確かに。そういやヴィーナスが2号店の建設を進めているのを知っているか。知ってる。パチンコノルソルのあった場所に建てているらしいぞ。確かあさってオープンじゃなかったかな。どうだ、もう一杯行くか。ジュースを頼むよ。スナックに来てジュースってのもどうかと思うぜ。まあ同じ話か。そっかそっか。これはもう帰るわ。もう酔っ払ってきてんだな、ケンもな。同じ話するってことは。そうか、それじゃ仕方ないな。すまんな、ケン。ふっ、らしくないぜ、小金の。はい、少々お待ちくださいね。わー、忍ぶ、今まで空気だった。ありがとうございます。全部で5000円になります。わー、ほとんどケンの水割り代だ。そりゃ、ツケだな。ツケにする。って言われてる。今回だけですよ。飲み代をつけにしたっていう音楽が流れましたね。ありがとうございました、また来てくださいね。はいよ。俺はもう少し飲んでいくぜ。今日の稼ぎ絵は割と いけてたからな。ありが、暇な時はどうぞ立ち寄ってくださいね。たまに喋る時があるから困る。いやー、まだ蛍の光だったら思いだな。銀玉会館に行って助けるのが成功法なんだけど、部屋に帰るというか、まだ店に残るというか、ヴィーナスに話聞きに行きたかったんだけどな。
お、なんか入れんじゃん。リフォームマガジン、ゴミ屋敷が素敵な部屋に。なぜか本が並んでる。ピーナス式経営方法から学べ ISE 研究所。ああ、おじさん。よっしゃい。お、見ない顔だね、兄さん。さては、隣の店の葵ちゃんが目当てだろ？それとも忍ちゃんか、兄さんも好きだね。まあ、ついでにうちもよろしく頼むで、最近売り上げが良くないんだよ。最近リフォームが早いだろ？いろいろ仕入れてみたんだよ。まあ、見ててくれ。あー、そういうことかね。庭とか買えるんすか。あー、あらららら、そういうことか。壁紙。おー、いっぱいあるわ。床材。はあ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 。特別リフォーム。あ、これ面白そうだ。古代エジプトの王墓。あ、デルデルハイツ、パチパラヒュッテ。住むとこいっぱいあるんじゃないこれ。メゾンデタマのみ。今のとこ6種類。あ、住むとこ6種類もあんの。マジか。この物語は意外と長いな。タバコ屋のおばあちゃん、いらっしゃい。あら、あんた見ない顔だね。最近は景気も悪くてね、タバコ屋の他に質屋、ああ、ここでね、はいはい。いい男だからおばちゃんサービスしちゃうかもよ。世間話、聞いたわよ、柄の悪い男、あなたが倒したんですって。おばちゃん、もっと若かったら惚れちゃうわ。なんか売るもんあるかな。ああ、こういう感じっすね。リフォームでいらないものを売りに来るのか。うん、なるほど。これは一回もう部屋に帰るしかないね、まずは。部屋に帰ろうか。今日は部屋に帰る。部屋に帰ったらさ、もう出かけられないのかな。今夜だったな。しばらく考えてみるか。あ、まだね。まだ大丈夫ですね。ああ、でも寝る、出かけるコマンドがないから、まずちょっと人物図鑑を見てから、リフォームして、あ、新しくね、名前出てますね。しのぶちゃん。夜はスナックで働いている。何か理由があるみたいだ。あとは、こう、ニューがついてる。ケン。自由奔放な打ち筋でパチンコ界を渡り歩いている25歳風任せ、はあ、梅、うん、必殺技は極悪毒蜘蛛ぐらい、はあ、ああ、おばさんシリーズ、見守るおばさん、パチンコはやらないが、常連客の楽しそうな顔を見るために通っていると。はあ、病院に姿を見せなくなったので、心配されている。元気なじいさん。うん。なるほど。決めつけるおばさん。一服するおじさん。運動不足。気の小さい会社員。なるほどね。大工の源さん。おお、源さん。漢字が違う。うるさいおばさん。タバコ屋のおばちゃん。文房具屋の親父とは夫婦。おお。これで、まあ、これで大体、今んとこはね。どれ、リフォームしよう、リフォーム。リフォームじゃないな、部屋か。違うな、あれなんかアイテム使えないの。あ、そうそう、アイテムを置く。あ、自由自在に置けるなんてことだ。ほう、これはこれはスポーツ新聞。あ、ここが寝床。あ、斜めにも、これは斜めに置こうかな。
置けなかった。引っかかるな。じゃあこの辺でいいや。うわぁ。これで、じゃあ明るくなりました。よかったです。使うものはないからな。ほら、部屋を眺めましょう。わあ、いいみかん。ああ、電気。なるほどですね。はい、ということで、パチプロ風の薬やってきましたけどね。3日目、まだまだね、ストーリーは始まってないですね。プロローグの中にいますね。まあこれから多分寝て、洞窟に行くかヴィーナスに行くか銀玉会館に行くんだと思います。それはまた次の回で見ていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。